なんかうちのタレントの悪口言ってたでしょうとか、いや、ね、それ僕が言ってんじゃなくてひろゆきが言ってたんですよとか、俺昔そういうのあったんですよ。あのね、あいつもずっと悪口言うじゃないですか。だから僕も縁切ったんですけど、なんかの対談で前田敦子の顔がなんかギュッとしてるとかいうこと言ったんですよ、はい、なるほど、はい、あいつが、はい、俺は言ってないですよ、うん、あーはははって言ってるだけなのに、はい、もうそこの社長から電話かかってきて、うちのなんか娘たちを悪口言うのやめてくれみたいに言われて僕じゃないです、言ったのひろゆきですから、ね、横にいたら同罪にされちゃって嫌、ね、じゃないですか、そういう、うん、まあ、いちいち、うん、まあひろゆき君とは絡まん方がいいとは本当思いますけどね、うん、いや俺も本当そう思いますよ、うん、あの人だって別にね、いや僕は本当ひろゆきに関してはこれはでもこれも来てましたよ、金融庁の YouTube 出て、うん、はい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 、30億も踏み倒してる人間なんで金融庁で使うんやみたいな、まあ彼の本質は本当になんか大阪弁でいうところの1ビリなんですよ、一丁紙とか、うん、なんか調子乗りとか、はいはい、彼は別になんか世の中のためになんかやってるとは全く思わないので、いやでもまあそれはすごくよくわかるし、だからそうなってるからこそ使いやすいんでしょうね、うん、要はテレビのコメンテーターで何でも言ってくれる人みたいな感じじゃないですか。うん、うん。